3月28日から開かれるアジア・アフリカ作家会議東京大会へ、アフリカの新興国を含む30カ国の代表が到着しました。この夜、石川達三会長をはじめ、内外の関係者500人が顔を揃えて、盛大なレセプションが開かれました。日本の味に舌鼓を打ちながら、寒暖のひとときを過ごしています。この会議は、今世紀最も重要と言われているアジア・アフリカ問題をより深く認識するため、4年前に誕生したもの。激動する世界情勢の中で作家活動を通じて、世界平和の実現へ一層の連帯を強めていくものと見られています。